そういう食事をしたり人たちの立場に立って世話をしたり考えたりするんだぞと、常に相手の立場に立って行動することの戒めでしたね。人間死ぬまで修行だなということは言ったんです。人間死ぬまで修行だな、それは開祖が開祖自身に言ったように聞こえたんですけど、それを聞いた私は開祖でさえも死ぬまで修行だ、頑張らないといかんなと思ってるにかかわらず、お前たちは何やってんだと、ね、若者はもっと頑張れと、こういうふうにハッパかけられたように思ったんですね。